とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はマジで使える弓8選やっていきたいと思います。たくさん種類ある中から8つ選びました。それでは早速行ってみましょう。それではまずはこの弓から、愛のスペル棒ですね。ショート棒系のユニークになるんですけども、パープルストームと機械仕掛けのショート棒、これもあります。でも愛のスペル棒が一番使えると思います。ユニークスキルがやっぱりいいんだよね。激怒で敵同士がやり合ってくれるので結構高難易度で使えます。ショート棒系はかなり使えますので、ぜひ一つ持っておいてください。理想エンチャントはクールダウンショット、バーストボーストリング、ロールチャージかアーティファクトチャージ、この3つを固定で入れてください。それプラス長弾マルチショット、弱体か虚無、まあそれあたりを入れると間違いないと思います。続いてはこの弓、ピンクスコーンドレルですね。グリーンメナスもあるんですけども、ピンクスコーンドレルの方が使えると思います。理想エンチャントですけども、クールダウンショット、バーストボーストリング、あとチャージ系の2つどちらかですね。でピンクスコーンドレルはもう1枠をデバフを入れてください。虚無もしくは弱体化、この2つのどちらかですね。では次はこれですね、失われた魂の棒です。この意味はソウルビルド用の弓になります。理想エンチャントですけども、クールダウンショットとバーストボーストリング、そして流れ込む魂と球根を入れるとソウルビルドがめちゃくちゃ強くなります。ただしチャージ系が入っていませんので、ちょっとね詰まったりすることもあるので、そこだけは注意してください。それでは次に行きましょう。次はこれ、ハープクロスボウですね。タワーで出てきた場合は必ず取るようにしてください。タワーでむちゃくちゃ強いです。まあ普段でも強いんですけどね。理想エンチャントですけども、マルチショットと長弾、この2つは必ず入れてください。残り2枠はデバフを入れるのをおすすめします。虚無と弱体化、この2つですね。敵にデバフを配りながら、殲滅していくことができるので、ハープクロスボウなかなかいいですよ。それでは同じくボウガン系からこれ、爆縮のクロスボウですね。今唯一無限ダイナモができる弓となっております。理想エンチャントですけども、ダイナモ、パワー、マルチショット、この3つは必ず入れるようにしてください。で残り1枠ですけども、ポーションバリアを使うのであれば、リフレッシュで火力を上げたいのであれば連鎖反応を入れてみてください。それではここからはダウンロードコンテンツの弓になります。まずはこれ、冬の指先ですね。理想エンチャントですけども、クールダウンショット、バーストボーストリング、そしてチャージ系2つどちらかを入れてください。そして連鎖反応か長弾、できれば連鎖反応がいいと思います。羽ぴょんをするときは基本的に、この理想エンチャントになりますので覚えておいてください。それでは同じくダウンロードコンテンツの弓から、これバブルバースターですね。理想エンチャントは同じくです。クールダウンショット、バーストボーストリングでチャージ系をどちらかを入れて、連鎖反応で、バブルバースターは全体に当たりやすいのでデバフを入れてもいいと思います。弱体化か虚無ですね。それではラスト8つ目です。ピグリンの誇りですね。タワーでかなり強いと思いますけども、普段使いでも全然使っていけます。理想エンチャントですけども、火力を多めに入れてください。追い打ち、クリティカルですね。で残り2つをマルチショットと長弾、もしくは連鎖反応でもいいと思います。もうタワーでこれむちゃくちゃ強いので、ほぼほぼ取った方がいいと思います。まあ普段でも本当に強いんですけどね。はい、ということで今日はマジで強い弓8選やっていきました。これコメントでもよくあるんですけども、チャージ系は入れなくていいっていう人と入れた方がいいっていう人、いると思います。個人的にはチャージ系は必須だと思います。入れた方が、使いやすい。やっぱりバーストボーストリングで、
発動しないことがあるんですよね、クールダウンショットが。その時が動きがかなり悪くなりますので、チャージ系を入れて動きを良くしていった方が、まあ個人的にはストレスがなくいけるかなと思います。まあクールダウンをね、防具に3つ以上入れてるのであれば、チャージ系は入れないでいいと思います。うん、全然発動しますのでね。はい、そんな感じです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。